じゃあやります。ここに意識を持ちたい。ここ呼吸した時に意識が行き、力を抜いた時に意識が行き、弓を持ってる時も上げてる時もここに意識行きたい。じゃあまっすぐで正座して、こういうふうに正座してもらって、手をこういうふうに置いて、で手をこういうふうに置いてもらって、一回内側からこうやって入れて、ほんでこれで筋肉張ります。こうですね。でこれでこう伸ばす。上に伸ばしてここのタオルと湯巻きをです、ね、引っ張ってます。ここを引っ張って で, できればですね、腕は頭よりちょっと後ろに頑張って持ってって、そこから横に行きたい。上に伸びる、上に伸びる。でその時肋骨の下が前に出ないように後ろに引いてください。後ろに引く、ちょっと下向いてください。下向いて伸ばす、伸ばす、きつーく、きつーく、きつーく、おお、一回ちょっと押します。じゃあその次はこの今手をちょっと持ってもらって、今度手をこう、そう、手を上に上げる。で腕を、でこの時もまた肋骨がこういうふうに前に出てきそうので、それを後ろに引っ込めておいて、直感ちょっと下に下ろしながら、手は後ろ、手は後ろ、肘伸ばす、手は後ろ、肘伸ばす、引き上げ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 、OK、ちょっと一回下ろします。一回下ろして、まず、こういうふうにちょっと、あれですか、弓道で膝やるときに、足の裏を立てるんです。ちょっと立ってもらっていいですか。そう。で、この、今、これを、これをですね、よし、こうやって結んでいきます。ちょっと膝を乗せます。膝のここの筋肉をですね、今何をやってるかっていうとですね、自然とお腹に意識がいって、で弓をガーッと上げていくために必要な状態ですけど、でこれなってますね。でこの状態で下ろします。足の裏です。その状態で手を上げる。でここの肋骨を、肋骨から手が入ってくるので引き上げてください。目いっぱい引き上げて、体をウエストから回して手を置いてください。でこれで回して、でこの時体のこのウエストから腕をぐーんと上に伸ばして、ひねってください。ひねる、ひねる、ひねる、ずっと左手で押す、左手で押す、左手で手を押す、 OK、 ちょっといかがです。このひねる時にこうやってひねっちゃダメですね。どうやってひねっちゃダメなのか、どう体が前にある状態でひねってもパワーが出るんです。一回伸ばして体全部上に伸ばしてから手を置いてひねるときですね。ちょっとね、体を後ろにしながらちょっとひねるようにしてください。もう一回腕を上に上げる、胸と頭とお腹ちょっと後ろに引きながら伸ばして手を置いてください。その状態でもう一回手を使ってひねってみてください。多分さっきよりも深くひねる。ガーッひねる、後ろ向きです。後ろ、後ろ、よいしょ、オーケーです。じゃあ一回ちょっとこれで、はい、下ろしてください。それで同じように立ってみてください。さっきよりここの力は抜けているんだけども、この辺りが上に上がっている感じ、自然にお腹が意識がいっている感じがあると思うんですけど、分かりますか？ここの力が抜けている。で、ここのお腹の筋肉もこうやってダルンと落ちるようになって、ちょっと上に引き上がって、上に伸びる力が出ている状態。これがいい状態です。上に伸ばせば伸ばすほど体って意識が下から上に上がっていきます。だから、この部分の力をただ抜いただけではならないんです。これだと弱いです、引きは。そうじゃなくて、
体を上に伸ばした結果、ここの力が抜ける。体を上に伸ばした結果、下から上に意識が上がってくるように、じゃあちょっと使って。